はい、こんにちは。今回はイルミナカラーのスターダストの6と12レベルで比較していきます。今回はこちらの2つを使っていきます。で、ベースはブリーチ3回のペールイエローで、オキシは 3% で20分放置しています。で、結果を見ていきます。左がベースで、真ん中がスターダストの6で、右側がスターダストの12ですね。で、こうやって見てみるとわかると思うんですけど、真ん中の方はグレーっぽい感じになってます。それと比べて12レベルの方は紫になってます。で、こちらを解説していきます。で、この色相環の中で見てみると、このスターダストっていうのはどの位置にあるとこの結果につながるのかっていうと、21番の青みの紫と20番の青紫の間ぐらいの位置に属してるかなという感じがします。で、これを説明していくと、例えばペールイエロー、元のベースがペールイエローになるんですけど、この反対色が青紫になります。で、グレーに染まるためにはこの青紫系の色で濃いめに入れてあげるとグレーっぽい感じになっていくんですけど、今回のスターダストの場合は6だとグレーになってます。でも明るくなってくると紫に寄ってるので、このちょうど中間ぐらいですね、21番と20番の間ぐらいだと想定すると、6レベルだと濃くなっていく、暗くなっていく。で、それによってグレーっぽい感じ、青紫によってグレーになってるけど、明るくなってくる12レベルに上がってくると、ちょっと左上にずれて青みの紫色になってる、そういう感じで捉えられるかなという感じですね。こちらもよかったら参考にしてみてください。今回は以上でした。